はい、皆さんこんにちは、虫岡です。空港に来ております。虫岡今回初めての島に行こうと思うんですけれども、そのためには一回沖縄を経由する必要があるので、まずは飛行機に乗って沖縄に行ってきます。お手洗い喫煙所がございます。ご搭乗いただけませんので、てなわけで1日目、とある島に行く前に沖縄にやってきました。一晩だけ沖縄で過ごして、明日の朝、そのとある島に行きます。1日しか入れませんけれども、沖縄の森で何が出会えるんでしょうか？もう風が強い！あれ、もしかして、はい。おーちゃんじゃないですか。あ、武将さん、何してんすか。おーちゃんさん、いいですね。別に沖縄に用はなかったんですけど、飛行機の都合でね、明日の朝の便に乗るんで、それまで暇じゃないですか。それでちょっとね、沖縄本島の生き物を撮影しようかなって思って散歩してたんすよ。じゃあちょっと明日の朝まで、じゃあちょっと一緒に最終行きましょう。はい、行きましょう。じゃあ明日の朝でお別れっすね。そうっすね。虫岡さん、ツチノコいますよ。またハブ出たの？ツチノコ、トグロ巻いてこっち見とるんやけど。なんで俺が行くときいつもすぐハブ出んの？虫岡さんがいるとやっぱハブが出てくるんすね。こわー、帰って、そう、バイ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 。あー、うねうねするいやー、風が強くてあんまり虫も鳴いてへんな。4月でも全然沖縄は20度台になるから、もうちょっと虫いるかなと思って期待したんですけれども、ちょっと今日風が強くて肌寒いっすからね。うわ、来た、コウモリや。あー、怖。台湾クツワムシとかも秋に成虫になったやつが春までいるはずなんで、多分生きてはいるんやと思うねんけどな。オーマイゴー、本場の薩摩ゴキブリがいました。これ虫岡がね、去年冬に関東の公園で大量発生してるやつを捕まえに行きましたけれども、ここにいるのは本場のやつです。お、あそこにバッタがついてますね。これは赤足細バッタっぽいね。この季節でもいるんやな。ハンド、夜は動きが遅いな。こちら赤足細バッタですね。かわいい。沖縄に生息してるバッタです。前回も秋に行った時、林園の草むらとかで見かけましたね。赤足細バッタ、おった。あら、かわいいカエルがいますね。これなんだろう、琉球カジカガエルかな。この水辺の周りいっぱいいます。かわいいね。ここにもいるし、ここにもいる。かわいいカエルちゃんたち。アリがいっぱいいますね。おーちゃんさん、これなんすか。これ足長キアリっていう外来種です。外来種のアリ、めちゃくちゃでかいコロニー作って、女王アリもいっぱいいるんで根絶が難しいんですよね。これなんか鳥のヒナとかも襲って食べることがあるらしいですね。らしいっすね。どう猛なアリですよ。逆に言ったら女王いっぱいいるんで、コロニー採取したいときはすごく楽なんですよね。女王一匹でも取れたら、そっからそれを種にして増やしていけるんで。今女王一匹ここに吸い込んだんで、お世話をする働きアリを吸ってます。掃除機みたいなんで吸ってる。アリさんってちっちゃくてデリケートなんで、手つまんだら弱っちゃうじゃないですか。吸虫管も自動なんですね。そうなんですよ、電動の時代っすよ。ほらほら、巣に帰ってくるアリさんたちを吸ってしまいましょう。入れ入れ入れ、ウィーイほら、マーベルの敵みたいな。もう誰や、うんこしたん。うんこちゃう、姫ハブや。てなわけで1日目、夜はヤンバルの森来ました。まずは車で林道を流していきましょう。どんな生き物が出てくるのか。池に来ましたけれども、なんか鳴いてる。あ、水つまし、沖縄大水つまし。ほら、うわ、沖縄大水つましだ。でかい、大きい大きい。わ、取れた、沖縄大水つまし。これとんの難かったわ。めっちゃ動き早い。見て、超動き回ってる。これフルーティーな匂いするんでしょ。何フルーティーな匂いって。あー、捕まえにくい。あー、こんな感じ。あー、なんか手が伸びてて可愛い。前足だけ異様に長いんすよ。お嬢さん、顔近づけて。え、おお、めっちゃいい匂いしますね。やばい、いちごミルクの匂いする。フルーツの匂いしますよね。あ、すごい、前足だけ異様に発達してますね。この前足で水に落ちたちっちゃい虫とかを捕まえて食べるんですよ。いやー、ちゃんと撮影したけど動き回ってますね。くる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 回ってるわ。水辺にイモリがいました。沖縄シリケンイモリですね。シリケンイモリちゃん、かわいいね。ごめんね。何見てんの。かわいいね。ちょっとお邪魔するからね。うわ、見て、この角。顔に2本と胸とお尻に4本角が生えてます。これ石垣町の幼虫らしいです。成虫はね、去年の遠征動画の時によく出てきてくれましたけれども、幼虫こんなんなんだ。なんでススキの葉っぱについてんだろうね。ススキ食べるわけでもなさそうやし、なんだろうこいつ。いやー、もぞ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 。どっかから落ちてきたんかな？ちゃんと自分のお家に帰りや。
あ、見て見て、ほら、成虫いたよ。ここで休んでます、石垣町。このね、羽の模様が石垣に似てるかららしいですね。こっちが成虫の姿でございます。夜やから葉っぱの裏で休んでるんですね。てか、これぶら下がってんの、サナギの殻じゃね？え、枯葉が丸まっただけかな？あ、それサナギ。これサナギですね。ここから羽化して出たばっかりってことです。それでこんなに綺麗なのか。新成虫ですね、これ。羽化したては新成虫ですよ。うわあ、なんと黒岩トカゲモドキの赤ちゃんがいました。かわいい。はあ、確かに大人とは顔が違うわ。天然記念物なんで触ってはいけません。はい、置いてかれました。虫岡一人ぼっちです。謎の毛虫、こわ。あら、こんなとこに木登りトカゲがいました。かわいい、ちっちゃいね。沖縄では結構普通に見られるみたいですね、木登りトカゲ。かわいいね。こっちにもいた、木登りトカゲ。あ、アリがいた。これ見て、アギトアリだ。うわー、かっこいい。コクワガタの顎みたいなの持ってますね。高速で顎閉じるやつですよ。噛まれたらやばいんじゃないですか。これ毒針も持ってんすよね。そうですよ。和製パラポネラスね。でもかっこいいっすね。かっこいいっすね、アギト。この辺が巣になってるんでしょう。ですかね。でもワンサカいるわけじゃないっすね。そうっすね。少ないのかな、コロニー。何してんねん。でっかー。めちゃでかない。どうするんすか、その赤旗。どうしよう。どうしようじゃねえよ。なんで捕まえるん。まずここで23でしょ。冷静やな。46、69。うわー、ならない。いや、イグルさん、あんた噛まれますよ、この、この持ち方しちゃった。もうスライドしてやばいっすね。やばい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 。もう何が何でも噛んでやろうという強い意志を感じますね。めっちゃ太くないですか。うっとー、やばいっすよ、この筋肉。これ締められたらやばいんじゃないですか。うわ、これ首締められたら死にますね。あー、死ぬ死ぬ。うわ、怖ー。窒息しちゃう。おー、ひびおった。おー、赤股。赤股だ。うわ、いった、すげー。やばい、赤股や。いやー、赤股です。はい、捕まえました。臭い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 。うわぁ、やめろ、臭い。はい、ちょっとね、与那国に行く間に、ね、あー、やめろ、草汁腕につけられたんけ。おい、これ前回の沖縄で俺もえずきまくった臭いヘビですよ、赤股。修繕はどうすか。出てる。触るのは嫌やで。じゃあちょっとこのまま匂いだけ嗅ぐわ、はい、顔も気をつけてくださいよ。はい。あれ臭くないと思う。匂って？俺の腕は臭い。全部こっちにつけられたんやが。最低。あ、なんか臭っ。かざしも臭っ。やばい。なんか車臭いねんけど。車臭い。おーちゃんさん手臭い。窓開けて車を外に出してます腕。臭っ。やばいよ。ホテルに帰ってきました。今夜の2時半です。明日朝7時の飛行機に乗るので、ホテルの下に5時半集合です。今からお風呂に入って、明日飛行機に乗る準備をしてから寝るので、多分1時間ぐらいしか寝れない。最悪。ホテルに帰ってきてまず一番にすることはこれですね。ヘッドライトやらスマホやらカメラのバッテリーの充電。まあ、これができるだけでもホテルを借りた意味があるっていうことです。おはようございます。4時45分です。布団に入ったのが3時半。あぶしょあぶしょあぶしょ。布団に入ったのは3時半やけど、私こういうところで寝るのはすごく時間がかかる人間なので、多分睡眠時間5分か10分ぐらいです。次の島に行こう。てなわけで沖縄空港からもう一回飛行機に乗ります。あれに乗んのかよ。与那国空港でございます。与那国島、すげえ景色。レンタカー屋に来たんですが、壁に丸バネクワガタ書いてます。すげえ景色。なんじゃこの島は。危険だ、猛獣おるで。国毛和牛や。国毛和牛言うな。確かに国毛和牛や。あれ、読み方。てなわけで日本最西端の島、与那国島にやってきました。もう石垣とか行ったことあるけど、なんか全然また雰囲気が違う。イグルーよろしくね。お願いします。イグルー氏は与那国どれぐらい来たことあんの。まあ、10回までは行かないと思うけど、まあ、マジか。ここで面白い生き物見れますかね。たくさん固有の昆虫がいるんで。じゃあちょっといろいろ案内お願いします。探しましょう。あれあれあれ、おーちゃんさん、虫岡さんの行き先って与那国だったんですか。そうですよ。いや、奇遇ですね。俺も与那国なんですよ。言ってくださいよ。いやー、まさか一緒とは思わんくて。今日からまた3日間一緒ですね。はい、よろしくお願いします。バケモンやりましょう。もうちょっと低く来てほしいな。あ、惜しい。
見て、なんか上ブンブン飛んでるクマバチ、網振ったら捕まえれた。これね、南西諸島のクマバチで、赤足セジロクマバチっていうみたいです。本当に名前の通り、足が赤くて背中が白いクマバチ。僕らの頭上をブン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 飛んでたんですけど、縄張りを張ってるクマバチは全部オスっていうのを見ました。本当にこれ触って大丈夫なんかな？大丈夫ですよ。見てー、触れた。ほら、可愛い顔してるでしょ。これね、可愛い顔している方がね、オスなんですよ。メスはね、もっと怖い顔してます。そう、オスはね、目がクリンクリンですね。可愛い顔してる。で、オスのクマバチは毒針を持ってないんですね。だから触っても大丈夫やけど、自信がない人は絶対やめてね。赤足セジロクマバチ、おった。うわい、綺麗なカメムシいる。ほら、これ最初ね、七星金カメムシかなと思ったけどね、一回りちっちゃくて、ニヤコ金カメムシっていうらしいです。与那国に七金もいるみたいなんで、一緒にいるんかな。うわー、すごい綺麗、ニヤコ金カメムシ。なんと与那国島は東京から2000キロ離れているそうです。そして与那国島と台湾の距離は111キロ。そんな与那国島には与那国っていう名前のついた固有の生き物がいっぱいいますね。代表的な与那国さん、そして蛇の与那国集団、与那国馬、与那国島にしかいない生き物が数種類生息しております。どんだけ出会えるかな。お、ここにバッタがいました。これおそらく与那国森バッタの幼虫ですね。このね、南西諸島には森バッタっていうバッタが生息してて、虫岡の動画には沖縄森バッタ、石垣森バッタ、西表森バッタ登場してきましたけれども、与那国島の与那国森バッタですね。この時期は幼虫なんかな、それとも成虫通年でいるんかな。与那国森バッタ、おっ。さあ、なんか蝶々入りましたね。入ったぞ。うお、赤い。うわー、真っ赤か。すげえ、ジャコアゲハですねこれは。なんか本州のより赤いな。これ馬の鈴草っていう毒の入ってる植物を幼虫が食べるんですね。幼虫も成虫も体に毒を蓄えてます。その毒の警告色ですね。真っ赤っか。わー、おーちゃんさん何取ったんすか。アサギマダラですよ、毒入り。これ旅する蝶ですね。これどっかから旅してきたんすかね。これから旅をするのかもしれません。これ余裕で本州まで飛んできますからね。最大2000キロ飛んだ記録があるとか言うんで、じゃあちょうど東京ぐらいまで飛んできますね。かもしれないです ね東京まで飛んでいくかもしれない。すげえな、一緒に帰るか。おいおい、ジャングルすぎるだろ。怖いって、マダニに刺される。与那国最高峰です。ここが与那国島で一番高いところだそうです。すごい。でもちょっと草邪魔、ちっちゃいな与那国島って。こっから一周見えちゃうじゃん。入った、よっしゃ、入った、入った、入ったぞ。なんだこれ、真っ白い白蝶取れた。え、なんすかこの白いの。調べてるけど出てこんな。何白蝶だこれ。前羽が尖るのが川上白蝶っぽいですね。尖ってますもんね。尖ってる、ね、川上だ。川上さんですねこの子は。さあ、それでは今から与那国シューダっていうぶっとい蛇を探しに行きます。これこうやって道を車で走ってると出てくるもんなの。それが一番落ちてる効率がいいですよね多分。そうですね。なるほど。やばい、なんか前から来た。来たよ。でっか。いや、まだちっちゃいですこれでも。うーわー、これが与那国シューダ。はい。うわー、男前だな。かっこいいっすよね。めっちゃ臭いっすよ。虫岡さんも言っときましょう。いや、もうここで臭い、お前絶対ピッてすなよ、うん。やべえ。赤股どころの話じゃないでしょ。なんかこう横隔膜をこちょ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 ってされた。うわー、これが与那国州だ。与那国固有の蛇ですね。これでちっちゃい方なんや。全然ちっちゃいっす。もうちょいでかいの探したいね。はい、2メートル級探したいですね。2メートル級出てほしいな。台湾サソリモドキだ。これ石垣にいるやつと同種？同種です。同種か。じゃあちょっと集落性からさ、素で調和しようぜ。ああ、いいっすね。あれ、しない。ええ。つまむと刺激臭で素の匂いを出してくるんですけど。素の匂いしませんね。しないっすね。どうした？調子悪いんか、お前。なんか天敵に襲われて匂い出した後なのかな。出がらしっぽいっすね。そうか、じゃあまた蓄えてくれ。なんと、ヒナカマキリいました。石の上にね、ちょこんと乗ってます。あ、ちっちゃいけど、本州で見たヒナカマよりちょっと大きいかな。わー、与那国にもいるんだね。お腹の幅が広いからきっとメスだね、この子。かわいいな、ヒナカマキリ。オゴマダラいた？わー、オゴマダラ。オゴマダラが、あ、いける、いけー。うわー、この子、男の子ですね。ですね。ペロモンのペンシル出してました。オスのオゴマダラ。ちょっとね、やっぱりいっぱい蝶飛んでるから、オゴマダラだけはね、捕まえたかったんですよね。そうですね、おっきいですからね。じゃあ、離します。逃がしちゃってください。バイバイ。お。おー、飛んでいった。
うわー、おった、やばい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 、でかい、そんなにでかくない、そんなにでかくないけど、おった、すげえ色しとる、いかにも毒ありますって色してますね。これが皆さん、オオゴマダラの幼虫です。食草の近くの木に乗り移っちゃったのかな、それとも食草のつるを食べ尽くしたんで移動してる途中なんでしょうか。もうちょっと大きくなると思いますから ね。うわー、すごいな、昆虫館とかでは見たことあるけど、野生のオオゴマダラの幼虫見れるなんてなかなかないよ。これね、蓬莱鏡っていう毒草を食べてるから体の中に毒持ってるんですね。だからこそこんな毒毒しい見た目をして警告色ですね。いやー、感動、もっといっぱい食べて綺麗な成虫になるんやで。日本最西端の展望台、おいヒレどうした、与那国にヤンキーがおんぞ、一番西に行くぞ、見てこの景色、人口がね2400人しかいないんだって。だからね、沖縄とか石垣に比べてすっごい島が静かなの。虫岡大輝がこの日日本人の誰よりも西にいます。西の男やで。こっから東京までは2000キロやのに、台湾は110キロ先にある。天気良かったら見えるんやって。待っとけよ台湾。ほら見て、台湾まで111キロ、東京まで2112キロ、北京まで1833やから、ソウルとか北京の方が近いやん。馬だ。え、おっきい、え、おっきい、こんにちは。皆さん、こちら与那国馬でございます。与那国島で飼育されている日本在来馬の一つで、与那国町の天然記念物ですね。でね、話に聞いてたらね、一応ポニーに分類されてる小型の馬って聞いてたんですけど、でっけえ、見てよ、イグルよりでかいやん。でね、今はね、農耕用にも利用されてないから、基本的にもう観光用にしか利用されてないみたいですね。あとは人懐っこい馬やからね、時には動物療法とかにも使われてるみたいです。でね、与那国の天然記念物ですけど、動物園とかね、ポニーセンターとかに行ったら東京とか神奈川とかでも見れるみたいです。うんこすな、誰やうんこしたん、お前かうんこしたん、子連れ与那国馬ちゃん、いらっしゃい、こっち、ママと模様一緒じゃん、あなた親子だね。見て、ほら、こんな近く行っても怒らない、慣れた馬さんなんですね。人懐っこい馬って言ってるからね。それアダンだよ、君食べてんの、トゲトゲの葉っぱボリボリ食ってんの、この子、ほら大きいでしょ。というわけで、日本最大のが与那国さんを見ましょう。ライトトラップでね、与那国さんおびき寄せられたらなと思ってます。お茶さん、ありがとうございます。いやいやいや、私も与那国さん見たいんですよ。お、与那国を、じゃあちょっと夜の与那国行きますか。1日目行きましょう。なんか見れるかね。そう、月がね、ちょっと今日大きいんですけど、まあ雲が出てるから、うまいこといいタイミングで隠れてくれたらなという感じですね。じゃあちょっとライト張りながら夜の散策出かけましょうか。やりましょう。おったおった、でかい、まだおるはず。なんかバサッとは見えたぞ。そう、なんかコウモリみたいなの飛んでたんですけど、イグルさん曰く与那国さんだったらしいです。これはいけるかも。行くぞ。よっしゃ、あ、なんかそれっぽいのが。マジ、おったおったおった、え、あれあれ、与那国さん、あ、おった、ほらイグルさん止まってる。でかい、え、ピカピカやん。やば、新生虫、やばい、新生虫。いや、今ね、裏側から見えたんすよ。なんか止ま、なんかでかいの止まってる思って、うー、やばい、おったよ虫岡さん、いました、やばい、めちゃくちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、これ新生虫でしょ、浮かしたての。やばい、いった、しかも新生虫だ ね。手と比べてこの大きさっすよ。ちょっと2人とも手出して、うわー、見れた、あやみハビルでございます。日本最大のガーです。いや、おーちゃんさん、ようこの角度で見つけたな、車から。確かにおーちゃん座席側やけど。そうなんですよ、で、ちょうど見えちゃったんすよ。よう見たわ、これ。あれ、枯葉にしては変な形やなって思って、思ってたのより、ね、3割増しぐらいでかいんやけど。いや、ほんと綺麗ですね、色が。腹部の模様もなかなかいい感じですね。鬼門の周りがなんかメンタンみたいにね、すごい模様になってます。ポテッとしてて、ポッテリしてて、重そう。この羽の窓、見てこの窓、おっきいね。後ろの緑の葉っぱが透けてますね。ちょうど鱗粉がついてないとこですよ。1年の中で1回目に4月に出てくるんですけれども、ちょうど多分ね、出てきたてでね、何にも擦れてない、もしかしたらもうこの近くで脱皮したんじゃないかっていうレベルの綺麗さですね。あやみハビルってこっちの言葉では呼ばれるんですけども、あやみが模様のあるで、ハビルが蝶です。世界的に言うと、この前オーストラリアで見たヘラクレスさんが一応大きいガーになるんですが、ヘラクレスさんはここに美女トキがつくんですね。それでまあ一番大きいって言われてるんですけども、正直ね、僕が見た感じ、ヘラクレスさんのオスよりは羽の面積で言うと与那国さんの方がでかい感じしますね。うわ、ちょっとヘラクレスより感動したかも。で、これ俺の顔と比べても、これよ、20センチは超えてますね、横幅が。うわ、もう最高だわ。ピースしとこ。
いやー、目標のが見れた。与那国さん、おったすげえ、2匹目だ。なんで毎回この低いところに泊まってくれるんやろ。低いところに泊まる習性でもあるんすか。うわー、今回横から撮れる。ほら、みんなこれ裏側だよ。めっちゃローアングルで撮れる。なんかコミケでコスプレイヤーのスカートをなんか撮ろうとして溜め込みたい。ほら見て、これお尻にね、糸ついてるんですよ。これもしかして今日、眉から出てきたとこなのかな。色はさっきの個体の方が綺麗やったかな。でもどっちも傷なし。めちゃくちゃ綺麗。今、車運転してたら、上から与那国さんを押してきた気がする。あれあれあれ、おった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 、飛んでる飛んでる。おっしゃ、よ、サンが飛んでるぞ。ハビルハビル。与那国さんが飛んでる。おー、舞い上がっていった。いい出会いしろよ。お、ライトに帰ってきました。というわけで、そもそもあんまりライトに昆虫来なかったっすね。やっぱり月がでかく出ちゃったからな。コバネコロギスがいる。マジでコバネコロギスいるんだね、4月に。すごいな。南西諸島によくいるコロギスですね。周年いるみたいです。ここにもいましたね。これもコバネコロギスの幼虫だ。羽なしコロギスとね、間違いがちなんですけれども、このお腹のところに黒い筋がいっぱい入るのはコバネコロギスの特徴ですね。与那国のはね、結構大きくなるらしいんですけれども、なんかまだそんなに大きいの見てないな。よーし、コバネコロギス捕まえました。ちっちゃい羽があるんですね。羽は生えてないですけど、これで成虫です。コバネコロギス、おった。じゃあちょっとこっからはね、夜の与那国の林道を歩いていきます。センターイグル、ライト鬼、レフト虫岡。これで与那国の昆虫を探し回っていくぜ。なんか幅広ですね、沖縄大水すましよりも。でかい、なんか丸っこい。あー、ほんとだー、ね、山の中の池に水すましが浮いてます。これね、台湾大水すましっていう大きい水すましみたいです。ほら、ここにもいるね。あー、上手に泳いでる。すっごい泳ぐのが上手な昆虫ですね。捕まえました。でね、匂いはね、沖縄大水すましの方がするかな。でもやっぱりね、いちごミルクの匂いします。台湾大水すまし、おった。あー、いい匂い、フルーティーだわ。あなた、フルーティーよ。あー、確かにおるかもな、この季節。あ、イグルーがミミズ捕まえました。何このミミズ。ヘビやて。ヘビ、鱗あるよ。ほら、よく見ると、うろこあって下チロチロしてるんすよ。だってほら、こんな大きさやで。グラミニメクラヘビって言って、うん、観葉植物とかの土の中に混じれて世界中に拡散してる外来種です。そうなんだ。アフリカか南米の方が原産じゃないかと言われている。アリの卵とかを食べる。うーわ、やばいやばいやばい、寄生虫みたい、怖っ。刺そうとしてる。尻尾先でグリグリやってくる。うん、一応力はありますね。臭いっすよ、臭いっすよ、いっちょ前に臭いっす。魚屋の匂いした。沖縄やな、一升瓶捨ててある。うわ、見て、台湾土濁った交尾してる。すごいね。与那国でも冬を乗り越えるんかな、成虫で。でっけえな。待って、みんなあれ見える？おるよ。あれ見える？またいるんすけど。またいるじゃん。見てこの色。ザ・与那国さんって感じの色。いや、こんなに見れるんだね、与那国さん。ちっちゃ、これも集団？集団。0歳か、じゃあ人間やったらまだ立ってない時期ですね。かわいい。ほら、カメラが気になるでしょ。赤ちゃんやな、君は。赤ちゃんが虫岡さんのカメラに興味を示している。おい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 、どこに置いてんねん。あー、触れた。かわいい。なるほどね、握らんかったらいいんだね。めっちゃかわいい。うわ、かわいいなー。ずっとこれぐらいの大きさやったらいいのにな。わ、木登りトカゲがいる。これ、与那国木登りトカゲ？こういう亜種ですね。これも与那国にしかおらんのだ。はい、確かに色とか違う。色違うです、模様が違うんですよね。そうよね。与那国木登りトカゲ、なんか今この木めくったらおったぞ。よいしょ。あっ、コロギスだ。コバネコロギスが出てきた。お昼に見つけられるの嬉しいね。やっぱり通年生息してるみたいですね。コバネコロギスがいました。南西諸島にはやっぱりいっぱいいますね。今ね、やっと口きめくったら探してたヘビが出てきました。ちっちゃいね。イグルさん、これ何？ミヤラヒメヘビです。与那国島の固有亜種ですね。なんか幻のヘビって言われてるんでしょ。なかなか出会えない。なかなか出会えないですね。よかったね、出会えた出会えた。これ何食べてんの？ミミズを食べてるんじゃないかって言われてますね。あんまりまだ海外の同じ属の種類がミミズを食べてるっていう感じで、こいつが与那国島でどういう生態をしてるのかは明らかになってないですね。すげえなー。皆さん、ここに生き物がいます。見つけれますか？
ズーム。はーい、与那国木登りトカゲがこんなとこにいましたね。今歩いてたら木の上からポトーンと落ちてきたんですよ。落ちてきたけどこれは見つからないよな。もしかしたらこの子も見つかってないつもりなのかもしれないね。俺の目はごまかせないぞ。待て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 、落ち着いて、逃げへんから。ライン回れ、錆びついてる。ローラーが回らん。ベトベトの滑り台。いやだ。うわ、与那国の道は厳しい。与那国の道、危ない危ない、助かれ、危ない、投げみんな続け、続いてへん。あー楽しい。皆さんこんな声聞こえますか？これね、ズトガリクビキリっていう沖縄の方に生息してる、名前の通り頭の先っちょが尖ったクビキリギスの鳴き声やと思うんですよね。で、琉球地区、いわゆる笹とか竹ですね、ああいうのに樹上についてるらしいんですよ。いや、今夜の9時ぐらいになったんですけど、心なしか数も音量もちょっと出てきた気がするな。うわー、でも遠いな。めっちゃ鳴いてる。ただね、木の上だな。どうやって撮るんだこれ。多分あそこら辺についてんだけどな。遠いな。これいける、泣いてる。おったおったおった、ほらほら、あいとおった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 、おるでかい、尖っとる、でかい、見えてる、手届きます、おる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 よ。あ、でも今網の口のところに当たってる。お、入った入った入った、よっしゃ、おるおるおる、よっしゃ、虫岡さん入ったよ。とんがっとる虫岡さん。うわー、捕まえた。やった、ズトガリ首切り。うわー、マジで尖ってるよ頭。うわ、首切りギスと全然雰囲気違う。やったぜ、でかい、大きいっすね。なんかこうちょっと顔もカヤキリっぽいし、なんか確かにね、首切りギスと全然雰囲気違いますね。顔つきも違いますね。ねえ、うわー嬉しい、取れた。いや、二人の協力あってっすよ、ありがとうございます。素晴らしい。いや、見つけた、見つけた、テンション上がるわこれは。これはすごい。わあ、こうやって琉球地区の樹上で鳴いてるんですね。で、さっき見た時はすっごい高いところでもう5メーター以上上やったから絶対無理やと思ったんですけど、意外と低いところにもついてましたね。でもちゃんと網使わないと取れないところでした。じゃあ、じゃあ3人でご唱和ください。はい、ズトガリ首切り、おったー。おじゃさん、それ何？これは先島マダラですよ。え、与那国、いや、めっちゃ噛まれて、噛まれた、痛い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 。与那国って外来種含めてヘビ4種類ですよね。ということはこれで全部コンプリートでございます。すごっ、やった、すごいね、与那国島のヘビ全部見ちゃった。うわっ、やばい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 、ガチの新生地おった。羽が柔らかいぞ。ということはどっかにサナギの殻があるっすよ。ああ、眉がある。マジで、ああ間違いない、それ眉ですわ。ま、その眉から出てきたんすね。葉っぱ丸めて、葉っぱ丸めて眉作ってたんすね。自分の糸とつなぎ合わせて眉作るんですね。すげえ。うわあ、こんな大きい羽でこんなペラペラなってんのに乾くんだね。ビリっていきそうやのに。だから本当にこの俺らが来た4月上旬が羽化シーズンやったんやね。うわあ、感動。大きな羽はどれぐらいの時間をかけて固まるんでしょうか。あー、顔かわいいわ。やっぱヤママユの仲間だね。触覚もクシクシ。てなわけで、与那国島2日目の夜でございます。この格好見てわかる通り、ちょっと今から池をガサガサしていこうかなと思うんですけれども、ちょっと今から行く池、エビとか魚とかいっぱいいるんで、で、ロッジにはキッチンもあるんで、ちょっとここで捕まえた根人手長エビを与那国島の宴で食えたらななんて思っております。行ってみよう。この池ね、木の覗いたらでっけえ手長エビとか魚とかいるから、ちょっとガサガサしていきます。ほら、毛がすごいですね。上から見た時はね、結構エビ見えたんですが、やっぱり我々入っちゃうと警戒されちゃうかな。うわ、ジャンボタニシでございます。こいつ外来種でね、農作物とか荒らしてるんですね。で、卵がこれ、これキイチゴみたいに見えるけどね、毒のある卵でございます。これ絶対触ったり食べたりいちゃダメよ。というわけで我々は食べれるエビを取るのでございます。お、いたいた、根人ってのが見ましたか、根人。あー、逃げた逃げた、あ、いた、落ちた、あ、しかった、手見えてる、あ、でかっ。あれ釣り出せんかな、奥入られちゃうか。お、いたってきた、あ、し、入った入った入ったうい、入りました。おお、入った、でけえ、シュリンプ、すごい、これお寿司にできるぐらいでかいやん。すげえ、やばい、お腹空いてきたぞ。マジ今の入ったっしょ。むずいな、いたのにな、いた、うわー、むずいな。よっしゃー、おら、シャー取った、
でも手が長くない。見て、なんか俺の手長くない。メスじゃないですか。メスか。腕に栄養取られてない分うまいっすよ。あ、メスの方が美味しいんや。チャンスか。チャンスかじゃねえよ。適当なこと言うんじゃねえよ。というわけで虫岡も無事捕まえました。淡水域から汽水域まで広く生息してるみたいですね。いや、大きいな。アメリカザリガニぐらいあるよ。ほら、10センチ超えてる。ほんでね、ほんとにね、アメリカザリガニよりでかいやついっぱいおんのよ。見て。ほら、これイグルー王ちゃんが捕まえたやつ。オスですね、こっちは。これはやばいな。ほら、手長エビっていうから、この手が長いんですね。これが根人手長エビのオスでございます。かっこいい。やっぱり虫取りしてる中でこういうエビとかカニ捕まえるのおもろいな。これ挟まれたら痛いんかな。あ、痛った痛った。あい、挟む力強くないけどね、鋭い。だから親指に刺さった。いってー。根人手長エビ。食うぞ。食料、食料、なんか魚おるし。これ何？カワアナゴ。ハゼ科の魚ですね。これ食べれるの？まあ、食えんことはないと思いますけど、これ逃がしていいんじゃないですか。エビあるんで逃がしちゃいます、ね。まあ、確かにね。これ出てくるんじゃない？出てくるんじゃない？あ、行く。よし、行け。殺せ。あー、減った。うわー、でかい。やったー。やったー、取れた。でっけえ車エビやろ、これ。やばー。というわけで、おーちゃんさんとでっけえやつ追い出しました。やばー。観察ケース入ってへんやん、もう。手曲がってもうてるし。体長だけで15センチ以上あるね。で、手伸ばしたら多分25センチぐらいあるんやろうな。うわー、でっかいの取った。車エビやんけ、これ。うわ、エビ取り楽しい。昼間、車エビそば食べたじゃないですか。あれに入ってたエビと同じ大きさですよ、これ。完全一緒っすよ。食いであるわー。でっかー、はい、捕まえてください。危ない。ブラックタイガーやん、この色。届くんすよ、こいつ。やばいっすよ。うわうわー、危ねえ。これ海の近くの川ですね。もうすぐそこが海でございます。汽水域ってやつですかね。この岩場にカニさんがいないか探していきましょう。いててててて。あ、魚いる。あ、でかい。でかい。挟みましょうか。この前、あ、これね。そう、オッケー。せーの、挟め。よっしゃ、よし、入った。入った。やった。こう持つしかない。うわー、でかっ。琴引き2匹。琴引き2匹っすね。マジでこのエラブタのトゲがちょんちょんに尖っててやばいっす。このエラ広げて、このトゲを張り出してくるんすよ。あ、これエラが痛かったんだ。エラブタのこのトゲっすね。これは海水にいる魚っすか。あ、これ汽水魚ですね。あ、汽水魚。はい。じゃちょうどこういう環境にいるとこなんですね。そうです。あ、カニがいた。よし。よっしゃ、カニ取ったよ。見てこれ、ハサミ紫。なんじゃこのカニ。あー、ブクブク言っとるわ。しかもこいつ卵持ってるんかな。ママさんだね、強い。ほら、こんなとこからブクブク言って。いったいった。いってー。カニ、おった。完全にウェーダーに穴が開いて、水が溜まってます。最悪です。あ、あ、終わった。なんでこうなったね。もう足ジャブジャブ。というわけでね、与那国島でいろいろと海とか川カサカサしていきましたけれども、まあ、カニとかね、魚とかいろんな見ると面白かったなと思います。あとはね、ちょっとね、ウェーダーが破れちゃったりとか水が入ってきちゃったりするので、皆さんも水辺で採集とかするときは本当に気をつけてください。ありがとうございました。というわけで、宿に帰ってきました。入れ物ゴミ箱やんけ。あっぺん！あら、腕取れちゃってる子もいるね。多分、ストレスで自殺しちゃうんやろうな。さあ、あそこで、おーちゃんさんが一匹持ってるのが一匹と、2、3、4、5、6、7。あら、いっぱい取れたね。あら、無償が取ったのはもうぐったりしておりますね。おーちゃんさんの元気すぎるっしょ。なーに、両手で挟んでくる、こいつ。いやーい。あー、危ない危ない危ない。刺さった。危ない。痛い。うわ、危ない。なんか鋭いな。ギザギザしてるんですよ、ハサミが。ギザギザあるんですよ、ちょっと。キラワノコギリクワガタみたい。というわけで、締めて下処理しました。美味しくいただきましょう。引っ掛けてる？こうね、エビ入れるときは、頭からこうピュッて入れてるんですよ。そうすると綺麗に入ります。いただきます。イエス！うい！でかっ！お、でかすぎて。手出てる。手出てるわ。あー、いい色になってきたわ。ほら。すげえ色になってる。いやー、これはうまそうだ。あ、全部いけてる。いやー、楽しみっすねー。ういー。いいねー。こいつ、
腕完全についたまま上げれた。すげえ。さすがっす。よいしょ。うわー、よいしょ。てなわけで上がったぜ。だけじゃ。はい、今日も一日お疲れ様でございました。オリオンクラフトラガー。てなわけで夜中に2日目お疲れ様でした。乾杯。乾杯。うめえ。さあ問題はこれがうまいかどうか。これがうまくないわけがないでしょ。ほんとかな。そのままいけんねんて。うまっ。うまいっすわ。ちょ、おーちゃん何をおつまみにしてんねん。アンパンマンコロコロボーチョコ。チョコレートおつまみにすなよ。いや ACBC うまいっしょこれ。あ、今ね、脳から出ちゃいけない液がもうブワーって出てます。いやレモンサワーに合いますよ。合わへんわ。合わへんわ。お、いた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 。見たかったのよ。やっぱ南西諸島来たら見たいのよな、これ。台湾クツワムシでございます。おっきいな、やっぱ。一応頭から羽の先までが最大のキリギリスと言われてますね。で、南西諸島では秋に発生して、5月ぐらいまでいるんですけど、与那国でもいるんかなと思ったけど、やっぱり全然活動はしてないですね。この一匹だけしか今回見てません。いいな、かっこいいな、お前。おっきいし、秋の最初の方しか緑を見ることできないんですよね。しばらく時間経ったらずっと褐色。台湾クツワムシ。てなわけで、与那国さんの情報ちょっとと集めたくて与那国にありますあやみハビル館に来ました。あやみハビルっていうのは与那国さんの名前ですね。というわけでここでちょっと情報収集しようかなと思います。あーすげーすげーすげー。与那国さんモスラのモチーフになったと言われてるガーですからね。見てこれ与那国さんカチューシャやって。ほらオスですね。そう与那国さんこれオスの触覚ですよ。串ひげ状でね。てなわけで、なりきり与那国さん。背中にショーンやって。これ、ショーンっすか？あれ被って。わ、これが与那国島のミニチュアだ。すごい形してるなぁ。でもね、与那国島やっぱちっちゃいんすよね。自転車で走って3時間、4時間で一周できるらしいです。与那国さん、県指定天然記念物。うわぁ、これが標本か。うわ、でかっ。これがメスですよ。メスの方やばいっすね。メスでかいっすね。うわぁ、日本最大のが与那国さんの標本です。ノブオアオコメスキ。これね、見たかったんですけどね、ちょっと時期ずれてるみたいですね。初夏に見れるらしいです。すごく大きいコメスキ虫でね、これ写真じゃわかりにくいけどね、青光りしててすっげー綺麗のよ。ここは与那国で見れる昆虫たちの標本かな。こういうの嬉しいよね。ここに来たらこういう昆虫見れるんだってわかるのすごい嬉しい。カマキリもありますね。朝鮮、ウスバ、ヒダ、スジイリコカマキリ。あと、マエモンとヤサガタコカマキリもいるはずやのな。うわぁ、これ見て。与那国島に生息する世界で一番小さい蝶だって。台湾ヒメシジム。日本最大と世界最小がいるんだ、与那国。すげぇな。びっくりした。これ、与那国さんの幼虫の模型ですって。見て。やっぱでっけえな。これは俺失神するわ。気絶するでこんな。木一本を丸ハゲにするらしいですね。いい時期に来たら幼虫飼育見れるんですかね。そういうことですね。今は残念ながらサナギの展示になってますね。何年か前に男子トイレの明かりを消し忘れたことがあってですね、はい、翌朝あの窓にいっぱいに与那国さんがべったり張り付いていたんです。さあ、あやみハビル館で情報収集してきました。与那国さん探そう。ちょっと待って、これ与那国さんの前じゃない？やば。あ、こんな感じで葉っぱにぶら下がってるんや。クスさんとかヤママイとかの眉見たことあるけど、それっぽいけど明らかにでかいね。え、ちょっと待って、マジかマジか。これ昨日与那国さん止まってたやつっすよね。こっちの子が羽化したてっすよね。メスやったってことか。で、そういうことっすよ。こっちに飛んできたのがオス。飛んできたのがオスっすね。ほんまや。触覚が微妙に太いっすね。触覚が太いこの子。うわー、交尾してる。繋がってますね。メスやからお腹ポンポンやったんや。卵詰まってたんすよ。すげえ瞬間見ちゃいましたね。与那国さん全部見れたぞ。オスの新生虫、メスの新生虫、オスとメスの交尾。ウスタビガとかもね、羽化したらもうメスの眉めがけてオスが飛んできて、そのままメスが眉に産卵するなんてこともありますから、羽化したメスを嗅ぎつけて飛んできたんだ。もうここで卵産んじゃうんじゃないですか。かもしれないですね。ここで産卵しそうですね。自分が生まれ育った木でそのまま産卵して。食草なんでここ。というわけでね、与那国さん一週間の命だと思いますけれども、しっかりまたこの与那国島で増えるんやで。元気でな。さ
さあ与那国島最後の夜だ、気合入れていこうぜ。行きましょう。てなわけで与那国島の坂を登っていきますが、おじゃんさん、はい、今日はヤシガニが見たいんす。見たいですね。なんか与那国島のヤシガニは捕まえていいらしいっすよ。あんなん捕まえて大丈夫なのかな。いや挟まれたら指終わりますよ。おじゃんさんいるから大丈夫や。俺も指は飛ばしたくないな。というわけで今日もガイドはイグルさんです。ヤシガニ探す道、坂えぐくないですか。でもここたくさんいるんで。あ、そうですか。じゃあみんな頑張れ。出らっしゃい。いやいやいや、虫岡さんも来るんすよ。登ったらいる。登ったらいる。あーし、いや誰やうんこしたん。あれもう頂上から帰ってきたんすか。あー、いや、おらんかったっすね。おらんかったんすね。いや、いや、いたっすけどね。あ、いたんすか。1メーターぐらいでいたっすけどね。1メーター。でもちょっと、すぐ隠れちゃったんで、ちょっと映像撮れてないですけど。ちょっと動画撮ってくださいよ。おったっすね、これぐらいの。見してよ、ほんと。いや、ちょっと映像撮ってないんで。ほんまに待った、ヤシガニ1メーターもないっすよ。え、いや、あるっす。ないっすよ。うわ、ぶっなんか始まった。与那国王がダンスしてますね。与那国王のダンスが始まったということは、ヤシガニフィーバータイムかな。マジか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 、ヤシガニや。うわぁ、俺見たかったんすよ、ヤシガニ。去年石垣2階と本島2階行っても見れなかったヤシガニ見れた。めっちゃ綺麗な色してる。うわー、見たかったんだよこれ。沖縄とか南西諸島に生息してる陸生のヤドカリの仲間ですね。でこれね、大きさこれぐらいあって、めっちゃでかいんですけれども、両手で持ってないぐらいの大きさになるぐらいのヤシガニもいます。でこのハサミなんですけれども、これがマジでヤバいんですね。ヤシガニの体重の100倍ぐらいの力があると言われてて、最大のヤシガニのハサミの力はライオンの噛む力に匹敵するって言われてますね。だから人間の指やったらちぎられます。これ背中から持ってもヤバいんですかね。危ないんじゃないですか。こう、こう、こう、はい、こう。そしたら前足届かないんで。よっしゃー。うわー、いやー、足痛い、足痛い、やばいやばいやばい、ここが刺さってる。あ、もう切れた切れた。やばいやばいやばい、大丈夫ですか。やべー、足が刺さった。いやこれ、これサムネにしよっかな。足刺さる、痛い痛い痛いって。ヤドカリのお腹って全く無防備なんで、その無防備な部分をこう覆い隠してる感じになってるんですね。うわー、すごい、昆虫の腹部みたいして。腹広カマキリのお腹や。やば。さあ、じゃあ夜の林道を車で流しながらヤシガニ探していきます。車の前にもね、たまにヤシガニ出てくることがあるらしいよ。待て待て待て、いけるな。え、めっちゃでかい。うわー、やばいやばい、どうする、いける、強い、危ない、でけー、怖えー、うわー、危ない危ない、最強の甲殻類おったわ。かっこえー、でけえ、おい、うわー、危ない、絶対あかん、危ない危ない危ない、イグルさん危ないっす。あ、危ない危ない、怖い怖い怖い、危ないっすよ。どうすか重さ。いや、1号ぐらいあるでしょ。ねえ、1号ぐらいあるか。絶対キロありますよね、こいつ。マジか。間違いなくキロ超えてる。あー、危ない危ない危ない。うわー、最強の陸生甲殻類ですよ。こんなん挟まれた指なくなりますよ。やば、危険物やん。初めて見たんやけど、やっぱり何より色が綺麗な。昆虫でも青が強い昆虫ってあんまりいないじゃない。なんでこんな色で陸を動いてんだろうっていう色してますよね。こんなんでかすぎて、そんじょそこらの生き物攻撃通用しないんで。そうですよね。だから目立ってても問題ないんじゃないですか。自分の好きな色になったんでしょうね、はい、もうみんなも自分の好きな色来たらええんやで。てなわけで、夢のヤシガニ持たせてもらいました。マジで重たい。危ねえ。これね、ちょっと恐怖であんま重さわかんないんですけど、 1.5 から2キロぐらいはあるって言ってますね。こわー、これもうちょっとでも指滑らしたら指なくなるからね。200キロの力で挟まれますよ。やだよマジで、危ない、やばいやばい、危ねえ、もう今ここめっちゃ危ねえ、こっ、こわヤシガニー、いやなんじゃこいつ、怒っとる。この辺で、あ、ばばばば、痛いっすか、後ろ挟まれたら。後ろ挟まれた。痛いっすか、やっぱり。無償化。指やられた。出血しました。やば、出血したや。ほんまにやば。うわ、もう一匹いた。ちっちゃ。この子ちっちゃいな。足の先が届いちゃうんで、ちっさいやつの方が逆に危ないっすね。俺の相手ではないな、この大きさは。うわ、ブルー、あー、痛い。また血出ますよ。また後ろ足が刺さった。おー、おー、逃げていく。すごい俊敏ですね、ちっちゃい子は。前に歩けばいいのに。ね、もっと前見ろよ。ほら、あ、前に進んだわ。前に進めるのにさ。そう、お前は前に向かって進め。前だけ見てろ。応援してるぞ。誰や、うんこしたん。夜の林の中に入ってきましたけれども、どうやらね、ここ、ヤシガニ見れるとこらしいんですよね。ここに降りていけっちゅうの。見られるのか。改めて。無理やって、こんなとこ。上から見たらやばいね、これ。あ、これ、飴色馬じゃね。
あの、ヨナグリの固有のね、カマドウマがいるんですよ。ヨナグリアメイロマじゃないかな、これ。おそらくそうですね。あ、見れた。ヨナグリという名前がついてる昆虫でございます。ヨナグリアメイロマ。なんか、あ、おった!おった!壁のとこにおる!あそこ!ほら。あんなとこに張り付いてた。すごい。出るとき見つけました。いたねえ。お、いたかと思ったら、これは殻かぶってる。これ、オカヤドカリですね。あ、与那国島にもいるんや。無償化の石垣島編に出てきてくれましたね。天然記念物でございます。石垣にはいっぱいいたけど、与那国では見たことなかったから、おらんのかと思った。ヤシガニはもっとでけえぞ。誰やうんこしたん。ふざけてたらヤシガニおった、ね。こいつおっきいっすね。あ、道路で見たやつぐらいかな。うわ、あっ、おら、折れた。折れた。マジ君、ね、虫言ったで。お、両手で挟みやがったところ。両手でいってる。うおぉ、ねじ切った。やば、折られた。ほら、え、片手じゃ折れんのよ。ほら、それを、うわ、軽々へし折りましたよ、この子。ホームセンターのペンチじゃないと切れない木ですよ、これ。サミのギザギザやばいで。お、ほら、両手使って本気出してて、うわすげえ。じゃあ危ない。気持ちいい。え、マジ？え、マジ？お腹が気持ちいいらしい。あ、マジでやばい、ブヨブヨ。マジ、俺ちょっと触ろう。このお腹はブニブニということが分かりました。そらこうやって折り曲げて守らなあかんわけですわ。ヤドカリなんでね、お腹は柔らかいんすよ、弱いんすよ。そこは固く進化しなかったんだね。折り曲げるっていう選択を選んだんですね。防御を背面に全振りしてますね、この子は。こうどうやって鍛えたらこんなことになるね。レベルマックスやん。ここパンチしてます、うん、ワニさんの主刀ならいけるかも。かわいそう。うわー、またか、またか、またか。与那国さんいた。最終日も出てきてくれました。これメスじゃない？お腹ボテボテやし、ほら触覚もちょっと細いでしょ。これ与那国さんのメスですね。じゃあこれ数時間したらここにオス飛んでくるかもしらんね。え、これ裏についてんの卵？明らか卵じゃないですか、このつぶつぶ。じゃあここまで飛んできて産んだんだ。そうです、触層めがけて飛んできたんすよ。わ、いっぱい増えろよ。また会いに来るからな。与那国島最終日でございます。今日ね、もうお昼の便に乗って沖縄本島に帰っちゃうんで、ちょっと早起きして採集しようかなと思ったんですけれども、雨です。いやでもメインの与那国3日間がね、全部晴れてくれたんで、もう全然最終日雨でも大丈夫っす。むしろこんな南の島でよく3日間も天気持ってくれた方だよ。見てこれ、上海盆かな、カミキリモドキかな。足が太い。なんだろうね、この後ろ足。キリギリスとかバッタよりも太いやん。かっこいい。でっかー。ブルさんの身長よりはありますよ。太くないと、うわ、ふっと、ふっと。見て、握ったらこんな感じ。初日に見た子よりもなんか太くないっすか。太いっすね。イグルさん、草汁出てますよ。草汁やばくないっすか。あなたの手がいってってますよ。大丈夫ですか、武将家さん。武将家さん、大丈夫ですか。粘膜やられてませんか。じゃあ、おーちゃんもによってよ。うわ、すごい顔。目が白っぽいね。そうなんですよ。脱皮が近くなると目が白っぽい。戻ってくるんですよ。怖っ。やめてやめてやめて。怖い怖い怖い。うわ、なんか出てきた。何これ。あ、なんか出てきた。ベロス。ベロ、こんなとこから出てくんの？あの、下顎の途中から出てくんだね。おった！というわけで、与那国島、最終日雨降っちゃったんで、観光に来ました。与那国島といえば、ドクターコトー診療所のロケ地です。皆さん、ドラマ見たことある？うわー、コトー先生の病院だ。コトー先生、大変だ。おーちゃんが与那国集団に噛まれたんです。助けて、助けてよ、コトー先生。おーちゃんを助けて。お願いします、おーちゃん助けてって。お願いします、先生。コトー先生の診療所の屋根に登ります。急だな。うおー、わー、すげー。見て、この景色。コトー先生はこの景色を見たんだね。暴風やけど。というわけで、与那国島、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、あのちっちゃい島やのにあんなに楽しめると思わなかったですね。沖縄三大昆虫っていうのがいて、その中でも一番でかいのが与那国さん。まあ、とりあえず与那国さん見れたら満足かな。え、何、何よ、何、本気で言ってます？いや、もう与那国さんでかいし、いいんじゃない。三大昆虫の中で、多分与那国さんが最弱ですよ。え、マジで。いや、そりゃそうでしょ。え、じゃ次何見に行けるん？八重山津田七不思議でございます。あのぶっといやつ？え、いつ行くん？いや、来月ですよ。来月？来月、5月ちょうど梅雨時で虫活発になるんで。行くか。
うわかっこいい。やば。黄色黒赤青が入ってる。危ない。この爪も。おお音が。スターミー。いやー大きいサイズ。あれ成虫じゃない？え嘘。どこどこ。おお。でけ。大丈夫か。でかい。よっしゃー。やったやったやった。愛って何ですか。どんなに抱きしめても人も絶やすく